リハリーラです。出身は沖縄県です。ベストスコアは67です。得意なクラブはドライバーです。前半は4オーバーしてしまって、ちょっともうちょっとマネージメントしっかりして後半は取り組めるように頑張ります。はい、頑張ってください。お疲れ様です。坂井瑠奈です。埼玉県出身でベストスコア65です。得意なクラブはドライバーで、前半はちょっとあまり良くなかったのでここから頑張っていきます。いくつだったのこの前半？3オーバーです。3オーバー、はい、取り戻してください。杉田美希です。埼玉県出身です。得意のクラブはパターです。前半は4オーバーだったんですけど、コースがすごく難しいのでマネジメントが大事だなって改めて思いました。で後半は行っちゃいけない方に行かないようにしたりとか、しっかりいいスコアで回りたいと思います。はい、頑張ってください。東京都出身、コンアレナです。得意なクラブは9番アイアンです。ここ前半はイーブンだったんですけど、そう、2台もったいないボギーもあって、コースが狭いので確実に置いていけるように後半は頑張りたいと思います。はい、得意なクラブの9番アイアンは何ヤード飛ぶんですか？125です。はい、わかりました。後半頑張ってください。2打差なんで。ありがとうございます。はい、フェアウェイ右からドローがかかってナイスショット。かなり右からドローがかかってフェアウェイに戻ってきました。ナイスショットです。さあ、これもドローがかかってフェアウェイに戻ってきました。ナイスショット。これも右からドローがかかりきっているか。あ、これもフェアウェイにバウンドして帰ってきました。ナイスショットです。さあ、10番ホール、杉田選手セカンドショット、125ヤードです。途中で変な音が入りましたが、ピン左に、あ、ちょっと外れてしまいました。ちょっとドローがかかりすぎました。坂井瑠奈選手、さあドローがかかって、お、ピンに向かって筋いってます。ナイスショット。ちょっとドローがかかりすぎたようです。いや、リーラ選手飛んでいます。残り100今日。これをピンに向かっているが左に跳ねる、このホールはで、お、ナイスオンです。さあ、2位タイ、この選手軽くしました。ナイスオン。さあ、杉田選手ギリギリバンカーには入らず止まっていました。120ヤード、パーセーブできるか。ちょっとオーバーしてしまいました。コン選手は約8メートル上りくらい。ナイスタッチです。伊波選手
カラディパッドです。ナイスパールス、ナイスパール。なんだ、坂井選手バーディーパット、このフックラインか。呼んだか、ナイスバーディー。選手大事なこのパットです。2体キープできるか。ナイスパー。そう、杉田選手はこれがボギーパットになりますが、絶対に入れておきたいところです。2番ホールというか11番ホール、163ヤード上りになってます。最低10ヤードは上げる必要があるでしょう。風は若干フォローですが、プラス15、180弱というところでしょうか。グリーン右、バンカーには落ちず、右ラフ手前となっております。さあ2位タイ、この選手右からドローがかかりきらず、右バンカーか。今選手ピンチの一段になってしまいました。これもドローがかかりきらず、右バンカーに落ちる手前で止まりました。アドレスがあるか、難しいアプローチショットです。杉田選手はユーティリティを持っています。これも右から、みんな右に出てます。これもバンカー方面、これもギリギリ止まったか。なんと4人とも右に押し出してバンカーかと思いましたが、バンカーは越えていました。ということで、これから皆さん同じようなところからアプローチ合戦になります。ちょっと転がせずに高いボールを打たないといけない杉田選手の距離です。お、高い球うまく上げた。止まるか。止まらない。約3メートルオーバーとなってしまいました。さあこの選手2体を死守できるか。これは届くでしょうか。優しい高い球でしたが、ちょっと足りなかった。いや、選手12、3ヤード。でこうちょっと大きい、これは。その坂井選手は約10ヤード。これは寄せたい距離です。これもちょっとショートに、アプローチが良いですね。
だか4だか惜しい。3000ボギーでした。僕が4だか。ナイスセーブ。読み切れず3ボギーでした。ナイスセーブ。坂井選手ナイスセーブでした。あれナイスショット。いやナイスショット、ナイスショット、さあこのコース初めての矢選手どのように攻めるのでしょうか。フェアウェイ左、ナイスショットでしょう。10ヤードパー5です。ちょっと上を叩いてしまいました。引っ掛けドロー、チーピン気味です。杉田選手これもフェアウェイ真ん中にナイスショット、パー5。ダメ、今日は一番グリーンなので右です。ナイスショット、まっすぐフェアウェイ真ん中に取りました。この選手前のホールで一度落としました。このパー5で取り戻したいところです。ユーティリティを持ってます。ちょっと右に出てしまいました。右ラフ、リハ選手まっすぐフェアウェイ真ん中、低い球、風に負けられてきたのでフェアウェイ真ん中行きました。坂井選手は3ウッドか。これはナイスショットです。フェアウェイ右、ナイスショット、ナイスショット。杉田選手残り約110ヤードですが、上りプラスアゲインスト、最低125は打たないと届かないでしょう。ピンの左ちょっと噛んでしまいましたが、グリーン左オンですか。この選手はピンチです。ショットがありません。スタイ取ります。転がして4打目でないか。低い球で転がしていきました。4打目勝負です。坂井選手70ヤード、10ヤード上りアゲインストです。80ヤードぐらいか。ショットしてしまいました。風が強くなったか。同じく70ヤードですが風が強くなってます。ナイソンか、ナイソン、ナイソン。
ナイスアプローチ。ナイスアプローチ。ナイスパン。ナイスセーブ。ナイスパー。